MLB、ロッキーズ5、3ドジャース、日本時間21日、デンバー。ドジャースの大谷翔平投手は20日、日本時間21日、敵地で行われたロッキーズ戦に、1番、指名打者で先発出場し、初回の第1打席に21号ソロを放った。2試合ぶりの一発でマルセル・オズナ外野手、ブレーブス、お抜き、リーグ単独トップに浮上。 先頭打者団は2年ぶりで移籍後初、自身7本目となった。左腕のタイブラック投手と対戦、4球目に真ん中へ入ってきたシンカーを捉えた。バックスクリーンへの打球に中堅守がジャンプするも届かず。打球速度101.5マイル、約163.3キロ、飛距離427フィート、約130.1メートル。打者天国、 のクアーズフィールドでリーグ単独トップを奪い返し、敵地を沸かせた。先頭打者団はドジャース移籍後初で自身7本目。エンゼルス時代の2022年5月22日の本拠地アスレチックス戦以来2年ぶり。また、メジャー通算775安打とし、日本人歴代単独3位に浮上した。5試合連続打点は自己最長タイとなった。17日。 同18日には不動の一番だったムーキー・ベッツ内野手が死球を受けて左手を骨折し負傷者リスト IL 入りそんな中得意とする6月も後半戦に入ると直近の5試合で4本塁打いよいよ量産モードに突入している